来ました、例の魔人のデンジャーです。現在5万エルステッドメインモニターへ。了解。始まるぞ。函館仙台水戸の時と全く同じです。デンジャーの最初の封鎖地点は R地球ポイント27。そう、了解。了解。シャーロック R地区ポイント27へ急行。了解。魔人は一体何を狙ってるの。さあ、怪獣の郵便屋さんは困った。なぜなら手紙を食べてしまったからだ。そこで怪獣の郵便屋さん、黒柳さんの家へ向かって走る走る走る、こけ。それをパッドピエロに助けてもらって再び走る走る走る、こける。ほんま、こんなとこ出るんか、あのマジ。ポイント27って言ったらここだがな。静かなもんや。ああ、そこの素敵な青年、この楽しいショーはいかがかな。どうも。ヘラヘラすんな。素敵な青年やって。あれはお前俺に言ったんだよ。お前な、嫌われるで、その性格。本部、新庄です。魔人が出現しました。こっちです。こっちに向かってください。早く。ですか、例の電磁波が出ています。気をつけろ、今度こそ攻撃してくるかもしれん。こちらフリー、西側避難完了しました。よし、広場西側に魔人を誘導、市街侵入を食い止める。了解。了解。消えた。何なんだあの魔人は。あっちこっち出たり消えたり。あ、もうじっとしてよ。モグラ叩きやってんじゃないんだぞ。あ、これ俺や。このチコのこれ。これ。本当だ。こら、お前らは。どうしたんですこの怪我。いや、いきなり男に襲われた。避難させてたら妙に暴れ出すやつがいてな。
しかし魔人はどうしていつも攻撃してこないんだ。でもなんだか気味悪い。ただ歩き回ってるだけだなんて。函館、仙台、水戸、東京、魔人の出現には必ず何か共通点があるはずなんだけど。あっ！函館、仙台、水戸、東京、何者だこいつら。神様、仏様、今日の一日を感謝いたします。いただきます。いただきます。お湯に行くぞ。あっくらの人ダメです。出番が今詰めてる。だからこいつらが魔人を操っていてだな。これが操っとる姿か。だからこの人たちの方が魔人に操られていて。これが操られとる姿。いや、それは言えるかもしれんな。確かに人間離れしてるし。堀隊員、ん？これを見てください。なんや。あ、どうした。魔人の電磁波は直接人間の脳を破壊するんです。じゃあ、あの暴れてた連中は。多分魔人の電磁波に。あの電磁波は脳の中に一種の恐怖ホルモンを作り出すんや。そして攻撃衝動、殺人衝動を引き起こして脳のあらゆる部分を破壊してしまう。悪魔。いいえ、侵略者よ。もしもこのまま電磁波が消えずに広がったとしたら。魔人は指一本動かさずに人類を滅ぼすことができる。そんなことさせてたまるか。電磁波が消えるのには何か原因があるはずよ。その原因を魔人より先につかまなければ。隊長。こちら大吾、魔人および逃走中のバンを捕捉。消えた。あれはデパートの屋上で講演していた時のことだった。昼飯を食って帰ったらあいつがポツンと立ってたんだ。てっきりうちの入団希望者だと思ってね。ちょいと地味だが
稽古熱心なのが気に入った。おい出番、お前も衣装脱いで休め。ほら栄養ドリンクだ。ほい。本物。それ以来ずっとあの怪獣と。出番だよ、出番って言うんだあいつ。団長が舞台の時出番だぞっていうの覚えて。舞台が好きなのよ。出番。うわかわいい。生化学研究所のタンゴです。イルマです。それで。いや全く驚きましたね。魔人の電磁波が消えてしまうのはこの生物がいるからなんです。なんやて。つまりこの生物の生まれ持った体質が魔人の電磁波を弱め、簡単に言えばパーにしてしまうんです。このちいこいのが。ええ、いるだけで。そうです。すごいなホリーザー。俺こっちやって。魔人と同じ悪空間種とは言ってもこの生物自身には全く攻撃能力というものはありませんでね。イルマさんでしたか。この生物は我々の研究所の方に引き取らせてもらいますよ。すでに許可も下りておりますし。なんだと貴様、いい加減なこと。ケイチキに魔人が。全員出撃。了解。モニターに出して。了解。デンジャーが前よりも強力になってる。隊長、このままだと町は数分で壊滅します。僕をデバンと一緒に行かせてください。デバン、帰るぞ。あなたは町の人たちがどうなっても構わないんですか。知ったことか。この出番はな、うちの一座の大事な一員なんだ。あんたらの戦いの道具にされてたまるか。そう、電磁波で照準がぶれるんや。真上から打ち込まんと。下には住民がいるんだ。夜まで待とうって言ったで。夜まで待ってあの博士に出番連れていかれちまってもいいのかよ。町も人もみんな壊れてく。出番。おい出番戻れ。出番戻れ。リーダー、あんなところに。出番。あいつ、武器もないのに。ショートしたら俺がお前を撃つ。
隊長、電磁波が消えてきます。出番だわ。出番はまだ生きているんだわ。出番は？死んじゃったの？じゃ、遺体を早速研究所の方に。触んな！そっとしといてやってくれないか。出番連れてかれなくて済んだんだから。そう皆さん、いいか出番、これからお前は小柳さんだからな。頼んだぞ出番。ねえ、生きろよ出番、この星で。